皆さんこんにちはヨガ講師でヨガ通訳者のメイです今日は皆さんに瞑想前におすすめのヨガの股関節にアプローチするヨガの短いシークエンスを一緒に行いますでは早速始めていきましょう楽に座っていただいてそしてまず肩をぐるっと回してストン肩や首周りの緊張を取り除いておきます はいでは足は楽に座っていただいたら少しお尻を揺らしておお尻の緊張も楽にとっておきますはいそして今のご自分の足の位置ですねそして股関節の様子左右に差があったり例えば片方だけ上がっているとか片足だけちょっと痛いなとかもしくは膝にトラブルがあるなとかそういったことをまずは自分で認識しておきましょう。 そしてこの姿勢からお尻をほぐして股関節をほぐして長時間座りやすい状態というのを作っていきます。はい、ではここから少し左右足の裏同士を合わせてください。両足を合わせたら軽くパタパタと動かしてここでも足の付け根の様子を確認します。はい、では今度はこの合わせた足少し前に置きましょう。体からかかとにスペースを取って で余裕のある方は手を膝の下にくぐらせてくださいこれがちょっと辛い方は手は前でも構いません一つ息を吸ってそのまま吐く息で柔らかく体を倒しますそしてこの時に手を下に通していただける方は通していただいてもいいですこの姿勢でお尻のところから膝裏にかけてちょっとピリピリとしたような痛みが出ていないかをチェックしてください ちょっと痛いなという方は、膝の高さを変えたり、足を置く位置を変えたりしてみます。そして頭は楽に下に下げて、吸う呼吸保ちましょう。そして息を吐いたら、次の吸う息でそっと顔を上げて、ゆっくりと手を取り出して体を起こします。 そして、手を添えて膝を合わせてください。膝頭揃えたまま、手をサイドにつきます。そして、この状態で膝をパターン,パターンと倒して、お尻を優しくほぐします。何度かこのようにして、お尻をほぐしてあげたら、はいでは、真ん中で動きを止めて、両足を伸ばす。そして、膝裏、軽くパタパタパタと動かして、 ふくらはぎや腿の後ろ側の緊張を取ります足がむくんでいるときなんかもこのようにパタパタしてあげるだけでも足もね少しすっきりしてきますよはいじゃあ動きを止めたら両足軽く開きます足の付け根から足を内外内外と動かしてみます手を使っていただいても構いませんここで内外内外と付け根からほぐしてあげる はいじゃあ動きを止めてその足軽く自分の方へまず手を前について四つん這いの姿勢に入ります横向きますねでは四つん這いの姿勢ちょうど指をしっかりと開いて肩の真下に手首がくるようにお尻の真下に膝がくるようにしますではまずは背骨の動き基本的な動きですキャットカウから吐く息で手でぐっと床を押して背中をうんと丸めておへそを覗き込む。 吸う息でお腹が床、胃が床、胸は前の方へ肩を下ろして肩甲骨下げて目線を上げます体を反らせる吐きながら尾底骨から動きが始まるようにして背中をうんと丸める頭のてっぺんが床吸って体を反らせますご自分の呼吸に合わせてこの動きを何度か繰り返しましょうたっぷりと 吸う息と吐く息を十分に味わって吐く時にはお腹もぺったんこに吸う息で体を反らせてこの時は胸にもお腹にも空気を満たすように吐いてぐっと丸く目線はこの時下を向くようにしながらおへそをぐっと見て吸う時には体を反らせながら黒目は天井の方を向くようにして 目の奥の神経にまで効果を届けるようにしますそしてご自分の呼吸のペースで何度かこの動きを繰り返して背骨を柔らかく保ちますはいでは次の吐く息で完全に吐き切ってお腹もぺったんこになったら まっすぐのニュートラルへと戻りますニュートラルポジションに入ったらつま先を立てるつま先しっかりと指が九十度になるようにして立てておきましょうここから吸う息で膝を伸ばして吐く息で軽く足踏みをしますかかとだけの足踏みはい、そしたら一度動きを止めてください ダウンドッグです。手で床をグーっと押してお尻が高いところ。ここで一つ息を吐き出します。はい、そして吸う息、目線を前。右足を両手の間。左の膝を床に下ろしたら正面を見る。足の付け根がじわーっと伸びて前腿が伸びます。はい、ここで一息吐いて。 では手をべったりついて今度は反対の足ですね一度右足を後ろに引いてダウンドッグを通ってから目線は前左足が両手の間右膝を床に下ろしてここで目線は正面です足を後ろから前に持ってくるときに前まで届かない方は手を使っていただいてもいいですから前後の足幅を広くしておきます はい、そして手をべったり後ろに足を引いてもう一度ダウンロッグへ戻ります一息吐きましょうはい、そしたら膝をついて手を体の方に歩かせて膝立ちになりますここから膝立ちのポーズがいくつか続きますのでもし膝をつくのが痛いという方はブランケットを用意していただいて膝の下に このように敷いていただいても構いませんし、マットをね横に使っていきますので、マットのサイドを折り返してここで膝を立てていただいても結構です。この時に両膝を拳一つ分の幅にしておいて、ちょうど足がまっすぐにつくようにしておきましょう。はい、じゃあこの姿勢になったら、まずは右足から右足を立てて。 そしてつま先は外側に足ができるだけ90度になるように膝の真下にかかとが来るようにしますここでまず背筋を伸ばすはいそれではこの、えー、肘を足の下にくぐらせて手と手をつなげる方はつないでみてくださいこれがちょっと辛いなという方は手を床について反対の手は腰にそして体をぐっと開きましょう目線を天井に 手がつなげる方は、ここで手をつないでみます。股関節に効いてくるポーズです。ここで数呼吸。はい、そして、吐くタイミングで目線を床。手をほどいたら、体を一度起こします。この姿勢、足を伸ばしてください。この時に注意点は、足がこう… 立っている軸足が斜めにならないことですねまっすぐの状態保ったままで膝が伸ばせる位置息を吸って両手を広げます吐く息上半身サイドにスライドして手は軽くすねの上吸いながら手を引き上げます吐く息でその手を斜め上目線は二の腕の下から天井を見るか余裕がある方は指先の方を見てください体を一平面上に保ちます 上半身がこう倒れてこないように、まっすぐの状態をキープして体側を伸ばす。一息吐きます。吸う息で手で引き上げて起き上がってくる。吐きながらその手を床につきます。床についてちょっとね辛いなという方は手をカップにしていただくか、もしくはブロックをお持ちの方はブロックについていただいても結構です。ではここから吸う息で反対側の手を引き上げる。 吐きながらその手を斜め上に目線は指先を見る肘に重みがかかりすぎないように体幹で支えてあげる安定が悪いなという方は後ろのつま先を立ててもいいです膝立ちになっている方のつま先を立ててもいい体側がスーッと伸びる大きく息を吸って吐いて手は下を通ります はい、そしたら目線を一度床の方に落としてください。後ろの足つま先は立ててもいいし、寝かせたままでもどちらでも結構です。では、ここから今度は吸う息で手をまっすぐ真上に引き上げて、目線はまっすぐ正面見ましょう。反対の足を持ち上げていきます。この姿勢でしばらくキープ呼吸を取ります。はい、では吐きながら。 手を下ろす足を下ろして次の吸数息下の手で床を押して体を起こしていきましょうでは両膝立ちに戻って今度は反対側を行います反対の足まずは90度の姿勢足が90度になったところに下から肘を通して手と手がつなげる方はつないでくださいこの姿勢が辛い方は片方の手は前片手は腰でも構いません 吸う息でまず胸を開きますこの時に股関節で前に向かって空気を押し出すような意識で目線を天井に呼吸しますはい。次の吐く息で目線を床吸いながら手をほどいて体を起こす足を伸ばしましょう軸足はまっすぐ吸う息腕を肩の高さです 吐きながら上半身は横にスライドして手はすねの上吸いながら手を引き上げます吐く息でその手を斜め上体が前にかぶさってこないように胸を開いて一平面上たっぷりと吸って指先からスーッと斜め上に引っ張り上げられるように吐きますでは次の吸い器手で引き上げて そので床に置きましょう。吸いながら反対の手を上に、吐く息斜め上です。手のひらは下に向けて、美しい一直線を描きます。たっぷりと吸って、指先からつま先まで伸ばしたら、吐きながら手は下を通って、腰をサポート、目線を一度床に下ろします。今度は足を上げていくポーズ。吸う息で手を引き上げて、 そして下の足と膝と手の方に体重を乗せて伸ばしている足を引き上げる余裕のある方は目線上の手を見てたっぷりと息を吸いますはいでは吐く息手を腰に足を下ろして吸う息で体を起こしていきましょうその足膝を折りたたんでお尻とかかとを下ろしたら手を前につきます 横にマットを、ね、横に使いますね手を前についたら吸いき背骨を伸ばす吐いて上半身は前腿とお腹がくっつくように膝と胸がくっつくようにそして最後におでこを床の方へ両手はほっぺの横です一息吐き出します吸いながらお尻を持ち上げて頭のてっぺんが床頭頂部を刺激するうさぎのポーズ ゆっくりと呼吸をして。はいでは、吐く息でそっと戻ります。急に起き上がらないように、ここでおへそを見ながらそっとロールアップ。起き上がってきたら、何度かまばたきをパチパチと取ってください。そしてこの姿勢、股関節がだいぶ和らいできましたので、次に。 バダコーナーサナを行いましょう足の裏同士を合わせます膝を楽に開くまずこの姿勢で少し揺れてみてはい、では動きを止めます体の方に足を引き寄せておきますここで股関節が硬い足が硬いよという方におすすめなやり方を一つご紹介します手を5本の指揃えて前から足首を持ちます そして足の裏同士を強く押し合うようにして吸う息で背筋をまず引き上げます吐きながら足裏強く押しながら自分の膝を床に下ろそう下ろそうとしてみてくださいそう手は体をひ足を引っ張るようにして吸う息で背筋を伸ばします吐きながら足裏強く押しながら膝は床の方へ床の方へ もう一回いきましょう。吸って背筋を伸ばす。吐きながら足裏同士を押し合いながら膝を床へ床へ。股関節、足の内側の筋肉に効いてきます。はい、じゃあ緩めてください。はい、ではこの姿勢でいつもと同じようにバダコーナーアサナ、合席前屈のポーズを行います。一息吸って、吐く息で上半身を楽に倒す。 目線は自然に床の方です無理に頭をね、おでこを床につけようと思わなくても大丈夫ここで一つ息を吐いて吸う息で優しく起き上がってきますはい、起き上がってきたら足を楽に崩してみてください最初よりも股関節が少し和らいでいることに気がつくでしょうこのポーズを練習してから 呼吸法を行って瞑想に入っていただくと比較的楽に長い時間座れるようになりますこの後にシャバーサナを取っていただいてもいいですしそのまま瞑想に入っても大丈夫ですお家でもぜひ行ってみてくださいありがとうございました